トヨタが所有する8人乗りのヘリコプターが行方不明になっています。ペルーで強行取材したテレビ朝日系の記者は身柄を拘束されたままです。この後はニュース2-3、今日一日のニュースをお伝えします。ぜひついてきますね。この後は女神の天秤、大発見、恐怖の法則、人は見つめられると計算ができなくなるのか、子供は先生の代わりにおしっこをしてくれるのか、なんとこの後すぐ。こんばんは。この後は大発見恐怖の法則をお送りします。今回は初の海外、台湾で不思議な法則が登場します。あの名曲滝廉太郎の工場の月とパチンコ屋さんでよく聞く軍艦マーチが意外な場所で聞くことができるというんですね。その意外な場所っていうのは一体どこなんでしょうか。その他、じっと見つめられると計算できなくなる法則など、様々な法則の謎解きを行います。この後すぐです。どうぞお楽しみに。